おのおの方、潮時です。これより叔父上をお助けいたす。菅笠衆が誰一人来ておらぬようだが。しかれども、これ以上は待てません。策は終わりで、酒井殿。私が鍵縄を使って忍び込み、のろし術を破壊します。皆は大手門を破ってください。叔父上は主客に囚われておいでのはずです。城攻めに気づかれればお命が危うい。大手門から攻め入り、息肝を抜いてやればよい。いいえ、忍び込みます。それから主客を目指し、叔父上を救い、大手門へと戻り退却しましょう。死にに行くようなものだ。打ち入れば負けます。闇に乗じて忍び入るのが肝心なのです。さながら野党か。それかクロウド。叔父上がお待ちです。いざ城へ。立派だったや。うまくいくと思う？行かせる。ここから登れそうだね。皆の元へ行け。城の中で会おう。気をつけるんだよ。ふっ。お。ちゃ。ふっ。ふっ。必ず救います、叔父上。少しずつ、まず万兵を倒さねば。ふっ。中半号。おい。大手門は固めた。先生、賢治と大手門の番を。心得た。ユナ、崖沿いの兵を始末しろ。任せときな。よし、橋で時を待て。誰か忘れておるぞ。あなたは、私と。この先の猛虎の兵器、以前は大きな妨げでした。こたびは我らが使う。ここを抑えねばなりませんな。不意打ちするか、または突き破るか。お主が決めろ。おい、ハルボー。よえ。扱いは試せばわかるさ。私が叔父上をお助けした後、追っておいてください。承知した。抜かるでないぞ。雅子殿も。
ジン、万平がいる。俺が先駆けだ。やつとして腹を空かせた手下が寝返ったのかもしれんな。人を獣に変えるのが戦の常さ。この橋はよく覚えておる。この高さから落とされたんだろう。よく生きてたね。確かにな。門が閉じてる。門を守れ。俺は他の道を探す。ねえやんだな。そうだろう。中に入れたらすぐに門を開けてくれ。ユナの手がいるな。ソナルセレンステイ。おい、動く気はんか。アルチン。ダルビッシュバッソンパロタ。イネキスのノールバイノメテデル。Den Negum Ben, huh? Tell me what to do. ユナ、ここを守れ。俺は叔父上のもとへ。死ぬんじゃないよ。龍蔵。クロードの首を差し出せば、褒美をもらえるとさ。仲間が腹をすかしてんだよ。叔父上をお助けすれば召し抱えてもらえる。お前も武士になるのだ。そして死ねというのか。
駒田での戦のように。龍蔵、おじごにはお前がいる。あいつらには俺しかいない。昔の話だ。もな、クロード、共に故郷を救おう。今じゃもうこのもんだ。龍蔵、侍だ、侍がいるぞ。Самурай Эрбахшируан.
just Benny, team it! おじうえ、ジンです。ジン、急げ。おふさまらいのほう。ああ、そうだ。あちし、ベリー。おじうえ、信じておったぞ、ジン。さすが忠の息子だ。この身を尽くします、おじうえ。立たねば。まだだ。ハーンは豊玉に狙いをつけ北へと向かった。残された万兵は我ら二人に太刀打ちできん。火星もあります。城を取り戻せる。共に勝ち時を上げるぞ。さあ行くぞ。猛虎を狩ってやろう。お供いたします。雅子殿、無事であったか。おいごのおかげです。そなたを救うと言い通しておった。無理だと突き返したが、こたびは心得違いであったな。ありがたきお言葉。皆が無事でよかった。多くの同志を失ったがな。一族も。足立殿は武人としての最後を遂げた。敵を討たねば。全ての対馬の武士のためにも。お手が来るよ。我らにかなうものか。続け。死んでいった対馬の武士の敵、政子殿、一人も逃がすでない。皆の者、ね、よく働いた。城は取り戻した。ご采配の賜物です。お前がいたからだ。これより猛虎どもの鼻を明かし、コトゥンハーンに意志を返すとしよう。見せつけてくれるわ、武士の意地を。志村様なら資格だよ。
今でも島を出たいか。私の居場所はないから。お主がおると助かるのだが。志村様がいるだろう。何言ってるのさ。猛虎は兄弟だからな。ご機嫌よろしゅう。皮を分けていただけたらお返しに何か差し上げましょう。お目が効きますね。さあどうぞ。お役に立ててください。さあどうぞ。ここで良い知らせをお待ちしてますね。志村様によろしく。陣、半時後に立つ。承知しました。話を聞いて回るか。酒井、見事な戦いぶりであったぞ。志村様は何て？お主が城の。目指すは豊玉だ。跳ねのけろ。橋は行けぬか。ならば森の古い隠れ道を使おう。行くぞ。叔父上、もっと早くお助けできれば。何を謝ることがあろう。もうこの非道な所業に叔父上の身を案じました。もう子供が束になろうとわしの心は折れぬわ。奴は言葉を学び叔父上を生かした。その狙いは本土を攻める折の助力を壊れた。褒美は富と権力に女だ。まさか鎌倉を裏切れと。あの侮辱だけでも生かしておけん。時にユナとはどのようなおなごだ。勇気と忠誠を備え腕も立ちます。なりわいは野党だと聞いた。卑しい身なれど義を知る女です。やすやすと心を許すなよ。龍蔵のことを忘れたか。厳しい戦になろう。味方が頼むに足るかを知らねば。私がお支えします。ユナも。かつてこの島は混乱を極めた。そこに秩序をもたらしたのは他でもない我ら武士だ。民に見せねばならぬ。我らが島のために戦えることをな。お前は一度故郷に戻り殿下の鎧を受け継いではどうだ。私には時期尚早かと。亡き父も喜ぶぞ。この匂い。燃える木とムクロ。けだものめ。伊豆原の村もここまでではなかった。わしに逃げられた腹いせということか。残る畑を守らねば来たる冬は乗り越えられぬ。どうにかせねば。もう子供。騎兵がいます。押し通れ。
タヌキで見た兵。ん？走れ！藩の精鋭だ。北を攻めておったはず。戻れ。かがり火台は敵の手に。再び火を灯し藩に見せつけてくれる。民も喜びます。島中のかがり火台を全て取り戻す。俺はここだ。夜が降りへん、あつの。手に取ってやろう。弓を構えて。切り捨てろ。皆殺しだ。では来ないようだ。大義を分かってくれたか。来てくれたのだな。見事な足止めであったぞ。当然の行いさ、志村様。お主のような武人が多くおればいいのだがな。その目を開かなけりゃ見つけるのは大変だろうけど。申したいことはそれだけか。我らはかがり火台に参らねばならん。槍川には兵が。我らの意を示してくれる。
ハーンに見えるでしょうか。見えるとも。志村の城を取り戻しましょう。そして猛攻を打つ。誇りある武士らしく。里に戻り、殿下の鎧を手に入れ、槍川を味方につけよ。わしは将軍様に援軍を請う。いかに下踏みを送るのです。わしの尻人を頼らねばならんな。麦谷におる五郎という名の船乗りだ。では私が探しましょう。ならばわしは宿営で待っておる。離れることになるな。くれぐれも用心しろ。必ず生きて戻れ。酒井様、牢に捕虜がおりました。僧兵のようで、お話をしたいと。